ジャンプしても打球を取らない選択、バックが見事併殺完成。エンゼルス2-0ロイヤルズ、日本時間22日アナハイム。エンゼルスの大谷翔平投手の頭脳プレーがファンの注目を集めている。このプレーは神が勝ってる、野球偏差値高すぎる、このプレーの IQ がやばい、とコメントが集まった。神が勝ってる、大谷の前で弾んだ打球、とんでも取らない選択はどう出た ?21 日、日本時間22日後のロイヤルズ戦に大谷は投打同時出場し、7回まで11奪三振、無失点という快投で3勝目を挙げた。話題のプレーが飛び出したのは3回無視1塁の場面。打者は8番のロペスだ。打球がマウンドの手前で大きくバウンドし、大谷はジャンプして打球を止めに行くもののとっさの判断で腕を下ろした。遊撃のネトが処理して、併殺を完成させている。ピッチング忍者の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏が自身のツイッターでこの場面を紹介すると、ファンからは、どんだけ反応いいんだよ、普通の人間にできることじゃない。頭の回転が早すぎる、と数手先まで読んだプレーに賛辞が続いていた。